お疲れ様です。それでは第9週目の見通し、これについてお話ししこうと思います。第9週目はね、2月の26日からまたいで3月の1日までになってますね。3月の1日って何かの日で祝日じゃなかったかなと思いますけども、どうだったでしょうか。その辺も思い出しながらお話ししていこうと思います。それではね、月曜日になりますけども、2月26日、材料は少ないんですけども濃いのがありますね。まず朝は大したことないんですけども、確かにね、第9週って結構荒れそうですよ。で、住宅件数販売なんですけども、これね、24時に発表がありますけども、これ予想とはかなり乖離して、かなりね、住宅の販売っていうのが好調になると思います。ですんで、これね、ちょっと月曜日の深夜は大きく円安の方向にぐっと動いて151円乗るんじゃないかな、そのぐらい思ってますね。で、火曜日なんですけども、それを受けての日本での発表、CPI です。これも大きく動きますよ。ですので火曜日の朝は要注目でございます。で、火曜日ずっと行きまして、夜は材料出ますけども、今回はこの夜の材料はそんなに、ね、大きくは動かないと思います。さあ、水曜日ですけども、水曜日がね、テクニカル通りに行くというふうには見通せるんですが、まあ、そうですね、火曜日 GDP が出ますんで、夜またね、荒れますね。だからね、月、火、水とも1日ごとに単体で見ていかないといけないんですよね。そういう意味で難易度がすごく高いです。で、木曜日は初めて何もないんですけども、だから前夜のアメリカの GDP を受けて日本市場が落ち着いてくることだと思いますので、木曜日はわりかし取りやすいんじゃないかなっていうところです。ただ木曜日ね、月末になりますんでね、取りやすいんだけども取りにくいです。難しいです。深夜デフレーターがありますね。 PCE ですね。これはきついっすよ、結構。ですんで、木曜日の夜も荒れて、それを引き継いで金曜日、ね、月初になりますんで、結構辛い日になるんじゃないかなと思います。で、3月1日なんですけども、何の日だろう？土曜日？金曜日だろ？何の日でもないですよね、3月1日。ちょっと3月1日に、ね、私のカレンダーに赤い印がついていたんですけども、ちょっと何もないと思います。また分かりましたら追加で放送します。で、金曜日はもうしっちゃかめっちゃかですね、でもね。いや、難しいですよ、今回。2月はおおむね取りやすい週ばっかりだったんですけども、最後にまとめて難しい週が来ましたね。26日はいきなり辟冬からですね、材料は少ないんだけども濃いのが来ます。だから26日の日中はなんとかエントリーがね、1回でも2回でもできると思いますけども、26の深夜に大きく動いて、その引き続きで火曜日の朝も乱れるかなってところですね。だから火曜日は午後からなんとかエントリーできるんじゃないかなって思うところです。ただ、火曜日はね、今回は月曜日以上に難しいですね、火曜日はね。で、水曜日でしょ。水曜日はまあまあいけるんじゃないかなと思いますけども、木曜日ね、まあ、単体で考えていかないですよ、どっちにしても。月も火も水も木も金も単体で。その中で攻めやすいのはどちらかというと、月、水、木かなってところですね。まあ、そんなところでまとめておきましょうか。あとは本当、大型材料がバンバン来ますんで、ちょっと怖いですね、今回は。はい。以上ですかね。はい。じゃあ、ありがとうございます。